マイク・ウェストブルックは、イギリス・バッキンガム・シャーハイ・ウィカム出身のジャズピアノ奏者、ビッグバンドリーダー、作曲家。プリマスの芸術学校卒業後、ジョン・サーマン等と音楽活動を開始。1963年、ロンドンに出て、サーマンを含んだセクステッドを結成。1967年、マイク・ウェストブルックコンサートバンドと名打ち、リーダーアルバム、セレブレーションでデビュー。 1968年、モントルージャズフェスティバルに出演。1970年に、マーチングソングボリューム1、ボリューム2で、反戦メッセージを込めた壮大なオーケストレーション作品を発表した。1971年のメトロポリスでは大胆なジャズロックサウンドを導入し、フリー奏法が工作したオーケストラアルバムを制作。1977年3月には、 マイク・ウェストブルック・ブラス・バンドと、アバンロックグループのヘンリー・カウ、ホーク歌手のフランキー・アームストロングが合併して、ジオオーケストラが結成された。ロンドンやヨーロッパのいくつかの都市で、ライブが行われ、最後のコンサートは1978年5月に、フランスのボルドーにて行われた。1989年の、プレイズ・ビートルズ、マイナス・オフ・アービーロードでは、ビートルズの アビーロードをウェストブルック流に焼き直している。初期にデューク・エリントンに影響を受けたウェストブルックはその後もクラシック音楽、アバンギャルド・ジャズ、フリー・ジャズ、ロックとあらゆる音楽エッセンスを混合した革新的なラージアンサンブル作品を発表し続けている。妻のケイト・ウェストブルックも共同メンバーとして多くの作品に参加している。ありがとうございます。